1点取られたことに悔いてるわけじゃないと思うんですよね、僕はねその前にやはり鳥谷のスチールは効いてると思うんですよね。あれがまあ足らればですけどもなければランナー一塁で新井を迎えられたと思いますし、だからそういうところを一つ一つがね、今後は大事になってきますよね。しかしこのイーグルスもこの回は1番の松井から始まって、高い打球は行くぞ、行きました、行きました、行きました、ホームラン打った瞬間でした。第6号ソロショット、完璧な打球がレフトスタンド吸い込まれてきました。まあ、取られた後の1点ですからね、大きいですね、はい、まあ、チームの、あの勢いという意味ではね、流れを引き戻すようなものなんですよね。これ初球ですよね、はい、高めなんですよ、それ1打席目はあれが低めに来て空振り三振してるんですよね。特にローボールヒッターですから、はい、低め手が出ますよね。そうですよね、だから僕はね高めっていうのは狙っていかないと、はい、ノーミーの攻略で、もう一つはノーミーのホームランですよね。ホームランでやられてる、点を取られてるということも十分考えていかなければいけないですよね、いやこれが、まあ、非本塁打9本目になりますが、まあ、ただ捉えた松井の一発、はい、素晴らしい一発ですね。いや久しぶりにね、会心の当たりなんじゃないでしょうかね、という2対1になりました。さあそして銀次、これも初球なんですがセカンドゴロです。